こんにちは、さゆりです。今から30分ほど、詩の朗読をしますので、こちらに耳を傾けていただければ嬉しいです。そして私の体から出る、声、響き、そしてリズム、言葉のリズム、そしてその込められたメッセージをぜひ一粒の種として、持っていただいたら嬉しいなと思います。で、この場を借りて、私は今沖縄に住んでまして、沖縄のことを2つだけ、織り交ぜて話をしていきたいと思います。ですから、そのことも沖縄に関心のある人はぜひ、聞いていただきたいなと。もちろん関心がなくても聞いていただきたいと私は思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。それでは最初に、初めてこの、くつきの曽牛さんのこの場に来た時に作った詩を、一番最初に、その喜び、そしてその時ちょうど石垣島白穂の新石垣空港建設反対運動が、ちょうど真っ盛りの時でして、こちらに来て三国の峠に、立った時にですね、その眼下に見える景色、ブナの原生林がすべて青サンゴの大群落の海の中に見えた、その思いを歌にしました。ぜひ聞いてください。山に分け入り海を思う、山に分け入り海を思う、遠く離れた白穂の海に今も残るか珊瑚の森を、ここは京都亜州の森、あれはブナの木、枝珊瑚、光差し込む青空は船底見える海面か、蝶々をさえ飛び回る三国の峠に立ち眺めれば、青サンゴ連山つながる眺めかな、今しばし森の深みにまどろめば、魚を釣らんと空より下がる釣り糸一筋、山の中人は魚になるもよし、人が魚であればこそここに謙虚に座れるものよ。山の中に海がある、海の中に山がある、なぜにこれほど技なして
力は二つを分けるのか。山と海への思いは一つ、山が死んだら海も死ぬ。この山、あの海、つながって私はそこに生きている。人はそれで生きている。地球のささやき、饒舌すぎる人間たちが地球を救え、地球が危ないと唱え始めたこの時代に、寡黙すぎた地球一人が人類を救え、人類が危ないとささやき始めた。どこかでいつも地球のささやき、あなたに聞こえる？その声、真実。私は地球、すべては私、命の歴史5億年、ここから人間去りゆけば宇宙時間の流れに任せ、海川大地おごらず、光空海新たに、私そのままありのまま、地球そのままありのまま、霊長類、人科の人間、動物、病気の地球に必要なし。寡黙すぎた地球一人が人類の排除をささやく次の時代に、饒舌すぎる人間たちは一体何を叫ぶのか。あなたを救え、あなたが危ない、ここでちょっと自然の権利という話をさせてください。実は呪言訴訟ってご存知でしょうか。辺野古の大浦湾に住む、呪言、その呪言が、絶滅危惧種、もちろん地球上に限られた生息地しかない、その呪言を原告として、アメリカの国防総省を相手に裁判を起こしました。それは2003年。それで、アメリカ呪言がですね、自分の住処を追われる
もう呪言は多くの生き物の一つなんですけども、自然の権利という考え方は、そのそこに住んでる、例えば一本の木であっても、一輪の花であっても、そこに住む、住み続ける権利がある。多分権利というと皆さんはちょっとアレルギー感じるかもしれませんけど、その生き続けるそれに対して人間はある作法を持ってその生き様を最後まで見届ける、あるいはその最後を見届ける。そこで、動物、これですね、米国呪言訴訟差し戻しというニュースが8月23日だったかな、これはニュースになりまして、米国時間で言えば21日ですけども、高訴裁で、2003年にですね、始まった裁判が14年かけてようやくですね、控訴審ということは地裁から次の段階に、提訴したんですけども、それをですね、アメリカのその控訴審は、差し戻し、もう一度やり直せということで、これは大きな勝利です。で、呪言が訴えた、私は大浦湾で住みたい、住み続けたいということを訴えた、アメリカの団体も協力しましたし、環境保護団体も協力しましたし、こちらの、かつて奄美大島クロウサギの裁判をやった籠橋貴明弁護士も頑張りました。それで、今このビッグニュースが入って、もしかしたらこの、辺野古の基地の、中断を命じる可能性もあるということで、沖縄に住む環境問題、環境を守りたいという思う全ての人々が喜びを分かち合ったという事実があります。素晴らしいですよね。で、これはいい話なんですけども、もう一つ残念な話は、やんばる、沖縄本島の北部の森、豊かな森、その森にですね、今年の2月に、奄美琉球世界遺産登録推薦書というのを日本政府がユネスコに提出しました。この対象の島というのは奄美大島、徳之島、やんばる、これは今言った沖縄本島北部ですね、それから西表島、この4つを対象として世界遺産に登録したいということで日本政府は働きかけています。もちろん地元は皆さん賛成なんですけども、問題はこのやんばるです。このやんばるの森、このユネスコの登録対象地はたったの 15% です。で、もちろん皆さん知ってますよね、高江の問題、ヘリパッド、いわゆるオスプレイパッドと言われるオスプレイが、計画的に定期的に飛び立ったり着陸したりする、そういう場所もあるんですけど、それもやんばるです。ですから、そのやんばるの森の一部だけを切り取ってですね、それをユネスコの世界遺産にしたい。おかしいでしょ。森は一つの生態系で成り立ってます。豊かな生態系がそこにあります。で、森が切り刻まれて、一部は国立公園、そして一部は世界遺産、そして一部は米軍が使用してる森をですね、切り刻んで、そして生態系をバッチリ切り刻んで、そしてそれを利用しようとしている、金儲けのためでしょうね。これはやっぱり
この大体保護区のすぐそばまで伐採されているということを私はニュースで知りました。実際私見てないのでその現状は分かりませんが、辺野古じゃない高井に行った時も赤土がむき出しになっていた。これは大雨が降ると赤土が今まで流れ出なかった太平洋側に流れ出てる。これもニュースになってます。実際こういうことが行われていて、でなおかつですね、こういうやっぱり私は思うんです、さっきの自然の権利もそうなんですけど、樹根もそうなんですけど、私は今働きかけているのはこのやんばるの森が訴えるという、これは森が訴える、生態系が人間を訴えてもいいんじゃないか、森全体が片肺で、そして片肺の半分が世界遺産、それ半分は米軍が使って悲惨な状態になっている森をやっぱり一つに戻したいという思いで、私は今このやんばるの森がですね、訴えるという裁判を起こしたいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。それが一番森を守りたい人の気持ちを代弁すると思うんですね。ありがとうと思ってます。それでは、一つそのうーん、私が西表島に住んでた時に作った詩を一つ、ボブが住んでた家に私は行ったんで住んでたんですけど、ボブの家は古いかやぶきのお家でして、それで西表島のでそのかやぶきの柱からですね、キクイムシというのがいましてね、木の中でガシガチって音がするんですよ。だいたい一定の時刻になるとそれが鳴く。でそれを私は噛む虫というタイトルで詩にしました。聞いてください。噛む虫、夕食の頃になると決まって天井からガジーガジーと音がする。ゆっくりと噛みしめ、あれは私たちの家を噛む虫。私たちはその音を聞きながら玄米をかみしめ、今日の一日をかみしめている。ああなんてひどい世の中だ。思わず天井を見上げたあなたは見えぬ相手につぶやいた。おいお前、それは本当においしいか。今度生まれてくるときは柱を噛むより人を噛め。天からガジーガジーと音がして、私たちの社会を噛む虫となれ。夕食の頃になると決まって私たちはその音を聞きながら玄米を噛みしめ、
今日の一日を噛み締めている。あと10分ぐらいあるので、それではもう一つの沖縄の問題、自衛隊基地配備の問題について皆さんに、お伝えしたいことがあります。これは南西諸島ピースネットっていう、ところが出している小冊子です。今自衛隊基地が、与那国島、石垣島、宮古島、奄美大島にどん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 作られています。ちょっと数字を上げましょうね。まず奄美大島、これはすべて、予算も含めて2017年度末の時点での数字です。奄美大島への自衛隊配備計画ということで、陸上自衛隊警備部隊、地対艦ですね、艦というのは潜水艦のことです、地対空、これはミサイルですね、誘導弾部隊というのがあります。これがですね、自衛隊員のみ家族を含まず550人奄美大島にいます。それから防衛省から奄美へ投下された金額ですね、これがなんと397億円。これは奄美大島だけです。次、宮古島指揮所ですね、要するに司令官がいるところ、場所、それから警備部隊、地対艦、地対空、誘導弾部隊が、配備され、これ隊員のみですね、家族なしで800人。この数字分かりますか。家族なしっていうのは、家族と一緒に行くと選挙が変わるんです。沖縄もそうです。選挙権を持っている者がまず800人、そしてそれプラス家族、そうするとその地域で選挙の構造が変わります。いわゆる例えば革新派の市長だったところが、保守に変わるとかっていうのは簡単に行われます。で、ここに宮古島に投下される予算は311億円。次、石垣島、陸上自衛隊警備部隊、地対艦、地対空、誘導弾部隊、これが、もちろん家族を含まず600人で、これ予算今現状不明です。次、与那国島、これは陸上自衛隊与那国沿岸監視隊というのが、そして巨大な弾薬庫、これができてます。弾薬庫ものすごい大きいらしいです。私見てないので何とも言えないんですけども、ただの監視部隊ではないという予測が立ってます。で、これは、自衛隊隊員のみで約160名ですね。で、投下された予算が348億円。これだけのお金がですね、2017年度だけでですね、このお金は、小さな島に、分かりますか、お金が、これだけのお金が投下され、そして自衛隊員家族を含まずですから、家族を含むとかなりの数の人間が、自衛隊関係者として、奄美大島、宮古島、石垣島、与那国島に、います。何が起きるか大体想像できますよね、今の現状から考えると。それで、最後にここに書いてあるのをちょっと読みたいと思います。すぐ終わります。南西諸島における制限戦争について、
2016年3月末安保法律が施行され、4月に武器輸出三原則が撤廃されました。この背景には南西諸島に限定した地域制限紛争を始めようとするアメリカのシナリオがあります。このシナリオの発案者はアメリカ防衛大学のシンクタンクに所属する元海兵隊大佐トーマス・ハメスです。日本が南西諸島、いわゆる沖縄の離島を舞台とした隣国と紛争を起こし、その結果隣国に花を持たせ日本に教訓を与える戦いをして、それで終結するという具体的な結末まで書かれたストーリーになっています。詳細な情報が書かれていますが、いずれにせよアメリカの思惑のもと、私たちの税金が膨大な軍需産業に注ぎ込まれようとしています。その事実を知ることなく過ごしている方々に情報を伝えなくてはならないと思っていますと書いてあります。これは一部ですけども、沖縄の抱える問題は本当に深くて、重たい。で、私は、1980年代にだいたい10年間離島に住んでましたけど、今沖縄本島に住み始めました。あちこち回ってからやっぱり最後は沖縄にいたいなと思って戻ったんですけども、やっぱりなんか辛いものがありますね。沖縄本島は離島とは違います。私が離島に1980年代久米島西表に住んでた頃と全然違ってて、本島はやっぱりものすごく別の意味で沖縄を実感する場所です。例えばですね、那覇の国際大通りを歩いてると上にオスプレイが飛ぶんですよ。現実です。それから、辺野古ももちろん皆さん知ってますね。高井も知ってますね。それは一部です。ぜひ皆さん沖縄を見てください。で、沖縄は今独立運動も火がついています。独立というと語弊がありますけども、自己決定権という、自分たちで自分たちの未来を決めたいということで、いろんな方々が動いてます。もしかしたら沖縄は独立するかもしれない。それは身近に感じることです。それではあと2つぐらい詩朗読できるかな。1つですね、ごめんなさい、1つ朗読します。それでは1つですので、最後に私が新しく出した詩集白旗の力のタイトルの白旗の力を朗読したいと思います。難しいことは言いませんのでぜひ聞いてください。白旗の力。広島被爆者からの伝言。国民の暮らしと平和を守るために戦争もやむなしと彼が発表したら、仕事に行かずに白い布を探そう。木綿でも合戦でもいい。シーツのような大きく目立つ布がいい。なければシャツでも肌着でもいい。戦争が決まったら急いで白い布を白旗に仕立てて外に掲げよう。非戦の誇りを
掲げよう。家々で、学校で、教会で、駅で、工場で、店の前で、病院で、美術館で、公園で、とにかく急いでやらなければいけない。原発に向けてミサイルが発射される前に、軍需産業の株が上がったら、準備した白い布を手にして勇気を奮い起こして、一人残らず空に向かって左右に振り続けよう。報道ヘリコプターがやってくる、カメラマンがやってくる、特派員がやってくる。とにかく急いでやらなければならない。原発に向けてミサイルが発射される前に、世界中が騒ぎ出したら、より一層白旗を増やそう。より一層真剣に振ろう。より一層戦意がないことを示そう。とにかく急いでやらなければならない。原発に向けてミサイルが発射される前に、五分五分だができる最後で最高の力、白旗のこと胸に秘め、忘れずあなたに伝えておきたい。ありがとうございました。